ブス島シリーズ作家刑事、ブス島、作家刑事ブス島は、中山七里の推理小説。厳冬者発行の月刊 PR 誌、ポンツーンで2015年、平成27年11月号から2016年、平成28年8月号まで連載され、過失修正された上で2016年8月10日に、厳冬者より単行本として発売された。 出版業界の闇を描いたコメディタッチのミステリー作品。単行本末尾にはこの物語は完全なるフィクションです。現実はもっと滑稽で悲惨ですといった注意書きが書かれているが、文庫本末尾には前述の記述に単行本の刊行から2年経過しましたが、状況は悪化の一途をたどっていますとさらに付け加えられている。2020年にテレビドラマ化される。 ワナビイコールワナビーイコールそうなりたいイコールプロ作家を目指す人間のこと。杉並区阿佐ヶ谷南の工事現場脇で全長およそ20センチメートルのアイスピックのようなもので背中から胸を貫通した死体が発見された。被害者はとどめきロ郎というフリーの出版プロデューサーで小説スメラギ新人賞の下読みを担当している人物だった。 目撃者や防犯カメラには期待できない状況だったが、百目気当てに3人の小説応募者から脅迫めた抗議文が届いていたことがわかり、アスカと犬飼は3人を順番に呼び出して取り調べる。また、2人の上司であるソ生は出版業界にうってつけの人物として、元捜査一家所属で現在は作家であるブス島に意見を聞いてくるようアスカに進言する。 ブス島を訪ねると、締め切りに追われて、担当の辛抱にせかされている、真っ最中だったが、アスカから事件の荒ましを聞きながら、なんとか原稿を仕上げ、応募者3人の原稿にも目を通す。すると、実際に殺害現場に行き、応募者3人にも実際に会ってみたいと言い始める。刑事ということは伏せ、作家として順番に応募者3人とそれぞれ対峙した、ブス島は、 かつて百目鬼がしたよりもひどい評価を面と向かってぶつけ相手を怒らせる。抗議したアスカだったが、これは百目鬼を狙った犯人に今度は自分を狙わせるというブス島の作戦だった。そして今までは絶対にやらなかった SNS で自らの日常をつぶやき始めたブス島は、それから三日後、居酒屋から出てきたところを矢で撃たれるが、そのおかげで犯人にたどり着く。 5月20日早朝、東京都中野区中野の廃墟となった建物の前で、胸を鋭利な刃物で位置付きにされた死体がゴミ、回収者によって発見された。警部の後ろにスタンガンの後、口と手首にテープ状のもので拘束した跡が見られたが、凶器は現場では発見されなかった。被害者は、軍有者文芸部の編集者、マダラメアキラで、上司の大坂に話を聞きに行った犬会は、 今月初めに二人の作家、羽衣さやと天道九一郎からまだらめ宛てに抗議文が来ていたことを聞く。二人はプロット流用の件で判明とそれぞれ揉めており、容疑者としてアスカと犬飼が取り調べたものの、羽衣は新宿の居酒屋で同期の作家と酒を飲んでおり、天道は赤坂リージェンシーホテルのラウンジでバーテンと話をしていたというアリバイがあった。 犬飼に言われ、アスカは再びブス島の元へ行き、事件のあらましを説明する。ブス島は、容疑者二人のアリバイが成立した場所へ赴き、居酒屋の女性店員やカラオケ店の男性店員、赤坂のホテルのバーテンダーに話を聞く。そして、自らが犬飼に命じて持ってこさせた、容疑者二人のうちの一人が、秋葉原の店で、スタンガンを購入しているところが映った監視カメラの、 静止画像を印刷したものを確認すると、自らの推理が当たっていると確信し、犯人の幼稚な計画性に腹を立てる。そして、ブス島は、容疑者二人を同時に呼び出し、取調べ室で向かい合う。千代田区のカンダス座長、三階建てのビルの一室で、作家の桐原無限が業務用のシュレッダーに巻き込まれた、死体となって発見された。アスカと犬飼は、 作家仲間の柳田に話を聞きに行き、そこで先月行われたという、総流写真人賞の受賞式パーティーの二次会で、毎年恒例のように行われていたという、2年目、3年目の作家たちに対し、先輩作家たちが説教をして上着いた気分を引きずり、下ろすという説教部屋の話を聞く。今年やり玉に挙げられたというスズメメ太陽と、芥川直樹、 クワの丸みを容疑者として話を聞くと、全員が桐原のことを老害のようにしか思っておらず、アリバイもなかった。犬飼いに押し付けられ、アスカは今回も一人でブス島のもとへ行く。作家であるブス島は桐原と面識があり、事件についても知っていた。事件現場となった桐原の事務所を訪れたブス島は、状況から事件は突発的なものだったと推理する。 その場で、創立者新人賞担当者の東浦に電話をかけた、ブス島は、2日後、自らが新人3年目までの心得を解くという名目で3人の容疑者、そして今年の受賞者、ご健哲也を一堂に集める。そこで、ブス島は、創立者の部数会議に設置した、登聴機から聞こえてくる編集者たちの生の声を聞かせる。 自分たちの作品がどこまでもこきおろされていると知った三人は怒り狂うが、その後実際の書店では自分たちの過去の作品がどういう扱いになっているかを見せつけられ、書籍裁断上では売れ残った本が裁断費用の面で不良再建でしかないことを知り、現実を思い知らされる。そして目の前で実際に三人の本を裁断していったところ、やめろ、と犯人の声が張り上がる。 池袋西口公園で全裸の男の死体が発見される。犬飼いが他の事件に借り出されていたため、アスカは一人で現場へ赴もむく。被害者は作家の高森京平で、死因は脳座症。高森は15メートル上の石段から転落したと思われ、その背中にグッドバイと書かれた単行本がページを開いた状態で、うつ伏せの死体の下にあり。 表紙の次の口へ扉の部分が丸々1ページ、破り取られていた。高森は昨夜、池袋の反省道池袋本店でトークショーを行っており、抽選で選ばれた3人の女性参加者と中華料理店で会食をしたという。しかしその3人というのが、皆、純粋なファンではなく一人は批判しに来ただけ、一人はストーカー予備軍、一人は 自分の作家デビューのきっかけ作り目的というよう、注意人物だったようで、最後は、お互い掴み合いの喧嘩にまで発展したらしい。アスカが、高森の妻の水ズを聴取した後、ようやく犬飼も捜査に参加し、三人の参加者に、順番に話を聞きに行ったが、全員に、アリバイはなかった。犬飼に言われて、再びブス島の仕事場へ向かった。 アスカだったが、ブス島は連載終了の打ち上げで、辛坊と神楽坂にいた。三人は編集者たちの間では悪目立ちする、有名人であるらしく、辛坊も彼女らを知っていた。ブス島は現場に紙片が落ちていなかったかをアスカに聞き、実際に現場で探し、紙片があることが問題ではなく、ないことが問題なのだ話す。それから、高森の自宅で書斎を見せてもらい、 棚の奥から何かを採取したブス島は、そのまま警視庁の監視機課へ行き、土屋に分析を押し付ける。そして翌日、ブス島は、ある人物を呼び出し、取り調べ室で退治する。東京メトロ、淡路町駅の地下通路で、ドラマのプロデュースを手掛ける曽根雅人の死体が発見される。死因は、窒息死で、酔っ払って抵抗力がなくなっていたところに、 顔面と腹部に複数回のオーダーを受け、行画姿勢で倒れたために、自分の舌が喉の奥で丸まって、息ができなくなったことが原因だった。そして、曽我の名刺入れに、本人以外のものとして一枚だけブス島のものが、混ざっていたため、アスカはブス島に話を聞きに行く。聞けば、曽根は、ブス島の著書、トリコロールのドラマ化も手がけており、その決定校に不満があるということで、 昨日は、ソネとドラマの演出を手掛ける鳥海光寿、シナリオライターの布施博則、そして、ブス島と辛抱で話し合いをしていたという。ブス島は、ソネの死を伝えてもいつものように笑い、おまけにアリバイもないと話す。ブス島を容疑者リストから外すことができないまま、犬飼とアスカは、ツラボや鳥海、布施に話を聞きに行く。最後に、 ブス島から改めて話を聞こうとすると、ブス島は自らを監視する、制服警官から、捜査情報を巧みに聞き出しており、今回の事件の鍵は、鳥海と伏せが3年前に手を組んで制作した3年、前のドラマの1シーンにあると推理する。そして、トリコロールの撮影現場に、人中見舞いと称して、辛抱、アスカ、犬海と訪れたブス島は、ある仕掛けで犯人を炙り出す。 作家刑事、ブスジママリンのタイトルで2020年11月30日に、テレビ東京で、テレビドラマ化され、月曜プレミア8枠で20時から21時54分まで放送。主演は、テレビ、東京初主演となる、佐々木倉之介。内容は、学びの心理実験と、編集者は、編出者をベースにしている。作家刑事、ブスジママリンに関するカテゴリー。 ありがとうございます。